こんにちは、ふたつきです。おかげさまでチャンネル登録者数が1万5000人を突破しました。いつも応援してくださってありがとうございます。感謝の気持ちを込めてプレゼント企画をやろうと思います。プレゼント応募用の動画へのリンクを詳細欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。さて、今回はレモンのティーポットのヘアゴムを作ります。ティーポットの作品をリクエストいただいていたのでチャレンジしてみます。ネイルスタンプのレモン模様を使って背景を作ってみます。材料です。キャンドゥのネイルスタンプを使います。マニキュアは黄色、緑、茶色の3色で、家にあったものを利用します。ティーポットのシリコンモールドに透明なレジン液を入れます。レジン液が高さ3ミリ程度になるくらい入れて、爪楊枝で全体に広げます。エンボスヒーターで気泡を抜きます。スライスフルーツのレモンを配置します。半分にカットしたものも入れてみます。レモンがレジン液にしっかり埋まるように爪楊枝で調節します。気泡を抜いて硬化します。硬化したら型から取り出します。ネイルスタンプを押します。レモンの柄のプレートに茶色のマニキュアをたっぷりと乗せます。スクレーパーで余分なマニキュアを取り除きます。スタンパーに図柄を写し取ります。転写したい場所にスタンパーを押し付けて図柄を転写します。このままマニキュアが乾くまで10分ほど待ちます。ネイルスタンプを押したレジンを型に戻します。型の3分の2くらいの高さまでレジン液を入れます。爪楊枝で全体に広げます。気泡を抜いて硬化します。黄色のマニキュアでレモンの色をつけます。ネイルスタンプで押した柄のレモンの部分に黄色いマニキュアを塗っていきます。黄色が塗れたら葉っぱの緑を塗っていきます。柄のない部分にもバランスよく黄色と緑を塗っておきます。塗り終わったらマニキュアが乾くまで1時間程度待ちます。一番後ろの背景の色を作ります。三角トレーに透明なレジン液を多めに出します。白のパステルを多めに削り入れます。優しく撫でるような感じで力を入れずに削るとうまくいきます。イエローオーカーのパステルを少し加えます。塊ができないようにしっかりと混ぜます。マニキュアが完全に乾燥したらシリコンモールドに着色したレジン液を入れていきます。型いっぱいまで入れて爪楊枝で全体に広げます。気泡を抜いて硬化します。硬化したら型から取り出します。表面の加工をします。表面に透明なレジン液をぷっくりするくらいのせます。垂れないように注意しながら爪楊枝で全体に広げます。カットしたデザインシートをのせます。デザインシートがレジン液に埋まるように爪楊枝で調節します。ラインストーンを置いて硬化します。裏面の加工をします。裏面に透明なレジン液をぷっくりするくらいのせます。垂れないように注意しながら爪楊枝で全体に広げます。ヘアゴムを通すためのパーツを配置して硬化します。
最後にヘアゴムを通したら完成です。可愛い色に仕上がりました。レモンの輪郭と色の間に空間があるので、見る角度を変えると線が浮き上がって見えます。ネイルスタンプはいろいろ使えるので、また別な作品も作ってみたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価よろしくお願いします。